工事中の橋桁が落下した国道1号静清バイパスの現場です。事故発生から3日が経ちましたが、今も落ちた橋桁は歩道や車道の一部を覆ったまま残されています。そして今日は警察15人ほどが入りまして現場検証が行われていて、今も橋脚の上からの確認が進められています。再開された警察の現場検証。巨大な橋桁は今も車道と歩道を覆うように事故直後と同じ状況にあります。6日未明、静岡市清水区の国道1号静清バイパスで高架化工事中に橋桁が落下し、作業員2人が死亡、6人が重軽傷を負いました。落下した鋼鉄製の橋桁は長さ63メートル、重さは140トンありました。ドドドンドドドンという風な音が2回に分けてこと、ね、伝わってくるような感じで、もうすごい血だらけになってしまったりとか、もう意識ない人もいたりとかして、多分下に、あ、上にいた方で多分落ちてきてしまった反動でみたいな、もうヘルメットも割れたりしててみたいな。事故に巻き込まれた8人のうち7人は高所で作業をしていて、亡くなった2人は橋桁と一緒に落下し地面との間に挟まれたとみられています。その後の捜査関係者への取材で、上にいた7人が転落防止用の命綱をしていたとみられることが新たに分かりました。国交省の静岡国道事務所によりますと、当時行われていたのは橋脚に乗せた橋桁を水平方向にずらす横取りという作業。橋桁を橋脚にはめ込む際に何らかの理由で落下したとみられます。事故によって交通にも影響が出ています。現在事故現場付近の下り線は通行止めとなっています。そのため上り2車線で対面通行が実施されています。合流地点であるこの場所は車が詰まっている場面も見られます。国交省は国道150号、通称清水マリンロードなどへの迂回を呼びかけています。工事を発注した国交省静岡国道事務所は大学教授らで作る事故調査委員会を設置し、あさってにも1回目の会合を開く予定です。